何かご用ですか？マイクを貸してください。でも、早く。私たちはこの飛行機をハイジャックします。悪ふざけはいかんよ、君たち。抵抗しなければ、私たちはあなた方に危害を加えるようなことはしません。さ、機長に会わせてください。はい。行く先を日本に変更してください。どうしても会いたい人がいるんです。会いたい人？その名はジェッターマルス。僕に会うためにハイジャック？何が何やらさっぱりわからん。ロプラス少年少女シンフォニーといえば、さよ、実力でも大人の交響楽団をしのぐと言われておる。博士、その飛行機はいつ頃着くんですか？まあ、あと1時間もすれば国際空港へ着陸するじゃろ。僕、空港へ行きます。分かってると思うが、お前の行動には乗客や乗務員の命がかかってるんだからな。慎重の上にも慎重にな。はい。マルスならきっと力になってくれる。あなたならタープはいらないわね。うん。さあ、どうぞ。こんばんは。マルス、あなた音楽がわかるのね。悪いけど、僕は音楽のことは、そんなことないわ。音楽は心で聞くのよ。今、あなたは私たちの音楽を心で聞いてくれたわ。僕は夢を見ているようだったんだ。夢？うん。さあ、続きを聞かせてよ。ね、お願い。続きはこれで聞いて。わあ！ありがとう！このレコード大切にするよ。私は、ロプラス少年少女シンフォニーのサリー。はじめまして。それで、ハイジャックしてまで僕に会いに来た用件って何？私たちは、あなたに助けを求めに来たのよ。今、僕たちの国を救えるのは、マルス、君しかいないんだ。え？私たちは命がけで、あなたに頼みに来たの。何が何だかさっぱりわからないよ。マルス、私たちの国ロプラスでは、信じられないようなことが起こってるの。信じられないって？うん。ロプラス大統領がね、しっかりするんだ。マルス、私たちの国が大統領。ガス、ガスを止めてください。今日はもう一度みんなに会わせてくれるって約束したじゃないか。
まあまあまあ、そう興奮するな、マルス。いや、その代わりもっと素晴らしい人に会わせてやろうな。落としなさい。ロプラス共和国のロプラス大統領だ。大統領？私たちの国の子供たちが迷惑をかけたそうで。あの子たちが君に会いに来たのは私のためなんですよ。大統領のために？マルス君、私は君と同じなんだ。ごらん、ロボット。そんなバカな。何を隠そう、私は世界でただ一人のロボット大統領なのだ。私が大統領になる前のロプラス共和国は年に何回もクーデターがあり、その度に大統領が変わりました。このままでは国が滅びてしまうと考えた政治家たちは、優秀なロボットを作って大統領にしようと計画しました。そして私が生まれたのです。争いはなくなり、国は見違えるように平和になりました。ロプラスは世界中がびっくりするほど豊かな国に生まれ変わったのです。ところが私の成功を妬んで私を殺そうとする連中が現れたんです。では交響楽団の子供たちは？マルス君に私を守ってくれるように頼みに来たんです。そうだったんですか。ご安心ください、大統領。日本滞在中はマルスをボディーガードにつけましょう。あいてあいて。ありがとう。交響楽団の子供たちも喜びます。では早速科学省をご案内しましょう。ここが我が科学省のシールドビームです。前任の山の上長官が設計したものです。山の上、ご存知ですか？名前だけは。僕のお父さんが作ったのか。この部屋は60メガトン級の核爆発に耐えるようになっていまして。60メガトンというと日本の関東地方を全滅させるくらいの爆発力です。素晴らしい。長官、不審な者が侵入したらしい。邪魔をするな、マルス。何を？おお、マルスと長官は表へ出てもらおうか。大統領と二人だけで話しました。殺し屋だ。私をつけ狙っている殺し屋だ。そうとも、お前には死んでもらおう。やめろ、アニョス。邪魔するな、マルス。アニョス、やめるな。決断する、今のうちに。待て、ロブラス。マルス、お前のおかげで二度とないチャンスを失った。ロプラスはロボットの独裁者なんだ。多分今頃は殺されているだろう。ロプラスシンフォニーの子供たちのこと？ロプラスが大統領になってからロプラス共和国の人口は半分に減ったという噂だ。どういうことじゃね、それは。毒ガス室に送り込んで殺したんだろうよ。いけっち。しかし、アディオス。ロプラス共和国の人間はなぜそんな横暴なロボットを自由にしておくのかね。ロプラスの体には50メガトン級の核爆弾が埋め込まれているんだ。するとロプラスを殺すとそれが爆発して、それでアディオスは核シールドルームで大統領を殺そうとしたんだね。あの部屋なら誰も巻き添えにしないで大統領を殺せたからな。そうだったのか。なんて綺麗なシンフォニーなんでしょう。僕は君たちの本当の気持ちなど分かっていなかったんだ。君たちの心を。マルス、聞いて。サリー！
私たちのロプラス共和国、子供は国家のものなの。生まれた赤ちゃんたちは政府に育てられるの。そして5歳になると一斉に知能テストを受けます。知能指数の低い子供たちはガス室送りです。信じられんことじゃ。学校に入れられた子供たちは10歳までにスポーツでも勉強でも他人より優れたものを身につけなければなりません。だから私は死に物狂いでバイオリンを習いました。国家試験に合格すると初めて両親に会うことが許されるの。でもその幸せもつかの間でした。技術者だったお父さんは年に一度の国家試験に落ちてガス室送りにされてしまったの。お父さん、悲しみに沈んでいた私は大統領の宮殿で行われた特別演奏会で日本から来たという科学者に声をかけられました。その人は私につぶやくように言ったの。もし演奏旅行で日本へ行くようなことがあったらジェッターマルスに会って渡してもらいたいものがあるって。これは山の上君の字じゃ。博士、本当にお父さんの字ですか？そうだとも。ここお父さん、お父さんだ。メルティ、お父さんだよ。お父さんは生きているんだよ。メルティ、失踪した山の上博士はロプラス共和国にいたのか。ロプラスは自分をさらに優秀なロボットにするためにわざと実験を失敗させ山の上君を誘拐したのかもしれん。マルス！山の上博士はどうして心という字しか書かなかったのかしら。それだけで十分さ。ロボットには心はいらんと言っていた山の上君がマルスに心という字を言い伝えてきたんじゃ。メルチ、ロプラス行こうよ。お父さんを助けるんだ。メルチ、よし行くぞ。待てマルス。なぜ止めるんだ。お前とメルチが力を合わせれば山の上博士を助けられるかもしれん。プライチ、しかしな、ロプラスの国は平和にはならんぞ。アディオス。僕はロプラスが特別機で国へ帰るとき太平洋の真ん中であいつを倒すよ。そんなことをしたらお前も吹き飛んでしまうんだぞ。やめてマルス、ロボットより人間の方が大事だよ。ロプラスの子供たちをサリーのような不幸な目に遭わすわけにはいかないよ。おいマルス、マルス喜んでくれや。どうしたんですかヒゲオヤジ先生。わしらのクラス全員がロプラス共和国へ招待されることになったんじゃよ。なんですって。今夜帰国するロプラス大統領と一緒の飛行機で行くことになってな。そうか、子供たちを人質にするつもりだな。あ、そうそう、こうしておられん。床屋行ってさっぱりしてこんとな。待ってください、ヒゲオヤジ先生。マルス、ご覧、このレコードのジャケットのリボンを。これは SI 回路ですね。さよう、ロボットの人工頭脳の回路の一種じゃよ。すると、ロプラス大統領の。きっと山の上君が知らせてよこしたんじゃろう。この回路が何だか分かれば核爆発させないで済むかもしれないのね。うん、すぐコンピューターで分析してみよう。分かったぞマルス。日本の優秀な生徒たちを我がロプラス共和国にご招待できて幸せです。いや、まあこちらこそその出来の悪い子供たちを優秀な国に招待していただきましてです。全員揃っとるか。まだマルスが来てません。いや、マルス君は必ず現れるでしょう。先生、本当に来た。すみません遅くなって。これだもの。大統領、僕の弟も一緒に連れて行っていいでしょうか。ええ、どうぞ。あ、
うまくやってくれるといいがな。私、なんだかもうマルスに会えないような気がする。ミリ、マルスは山の上博士が作った世界一優秀なロボットじゃよ。お前たちは日本の子供の代表なんじゃぞい。もう言ってもディコスケたち、しゃないやもん。先生だって日本の先生の代表でしょ。その格好はちょっとくつろぎすぎではないでしょうか。いや、そのまあそのな。ロプラス大統領、私の部屋でマルス君と話したいのだが。どうかね、私の回路の弱点は見つかったかね。知っていたのか。俺でも一つの国を治めているロボットだからな。残念ながらお前の回路は完璧だった。当たり前だ、世界中のロボット学者を集めて改良させたんだからな。僕のお父さんを日本から連れ出したのもそのためか。お父さん？山の上博士だ。ああ、彼か。彼は優秀な科学者だ。しかし、私に協力しなかった。だが今度はそうはいかん。大勢の日本の子供たちを人質に取ったからな。私が世界征服をするためには山の上博士の優秀な科学頭脳が必要だ。そんな勝手なことはさせないぞ。おっとっと、忘れたのか。私の体に何が入っとるか知っとるはずだが、マルス、50メガトン級の核爆弾だろ。友達や先生を殺すのかね。ロプラス、僕がお前の人工頭脳回路が完璧だって言ったのは人間以上に成功だっていうことさ。ん？それがどうした。お前が単純なロボットなら平気で爆発させるだろう。でもお前は人間と同じなんだ。お前の心は死ぬことを怖がっている。マルス様。さあ爆発させてみたらどうだ。さあ、赤ん坊は邪魔だ、ドキ。二人仲良くこのまま海の中へ沈んでもらおう。誰だ。さすらいのロボットアディオスだ。ロボットの風上にも置けないやつめ。俺を殺すとどうなるか分かってるのか。ああ、分かってると思う。どうした。お前は今核爆発の誘導装置のスイッチを入れたのだ。モルス、設計した超小型核シールド回路は完全だったんだよ。そうだったのか。カワシム博士が分析してくれたんです。これはロープラスの回路ではなくて僕のための核シールド回路だったんです。というわけで一件落着だ。
ああ、よかったよかった、本当によかった。本当。ミーリー。え？マルスは帰らんよ。そう。マルスは山の上博士と力を合わせてロプラスを平和な国にするために頑張るそうじゃ。何、いつかマルスは帰ってくるさ、お父さんと一緒にな。メルティ、お父さんってとっても怖いんだよ。怖い。でもとっても優しいんだ。誰も